はい、動画では、一瞬なんですが、実際は、1時間ぐらい、道に迷いまして、あちこち空港のあたりを歩いてたんですけども、やっとこの特攻橋の交差点に来ることができました。このまま道をまっすぐ行くと、東方神社に行くことができます。これから行くところは成田空港の反対運動の舞台になっているところです。華やかな成田空港とは、正反対のちょっと恐ろしいところです。最近は沈静化したと思うんですが、60年代70年代ぐらいにかなり過激な反対運動が行われたようです。地元民だけではなく左翼団体も加入して、かなり激しい戦いがあったそうです。
はい、東方神社に、到着しました。駅から1時間以上かかってしまいましたけど、歩いて1時間以上かかってしまいましたけど、本来道に迷わなければ30分ぐらいで来れる距離だと思うんですが、はい、以前の名前は航空神社で、今は、東方神社と言います。この杭の裏側に、航空神社とあります。もうこの神社以外、特に何もありません。特にもう見るものはないんですが、もうお参りすれば。それで帰ります。あと、警察が職質に来るという話だったんですけども、結局誰も来ませんでした。